かつて、若い頃ですね、面白い絵を一つ描いて残しています、はい、はい、私の人生時計という絵です。この後ろに貼っておきましょう。チクタクチクタス、今日もチクタクと、はい、我々は死に向かってチクタク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 毎日刻まれていくわけです。死は間違いなくやってきます。間違いなくやってきます。それに向かってですね、まあ生きていくわけですけれども、今日一日、今をですね、最大限に輝いて謳歌して生きるのが私は一番いい生き方だと思います。未来に生きる、過去に思いを馳せる、重要ですが、今を輝いて楽しく働き、楽しく遊び、一番いいですね、遊び方を今する、それの積み重ねがですね、私は人生の輝き、生きていくモチベーションになると思います。今日を生きる、今を生きる、しかも輝いて生きる、そのためにはですね、ぼーっとしてたらダメなんですよ。体もしっかり鍛えてですね、今のあなたの年の、今のあなたの体の最高を準備してですね、今日もベストボディ、ベストインテレクチュアルマインドを維持しなさいってことですよ。今日をブライトリーに、今日をブリリアントに、今日を輝いて生きるということがですね、結局は将来死が来ますが、来た時に、ああよかった、これでいい、我が人生に悔いはなしと思って生きれると、死ねると思います。はい、今日はこの辺りにしておきます。今週1週間ですね、生きるモチベーションをどうしたら維持できるのかというお話でした。さようなら。